はい、こんにちはレトスノーノです5月15日の3問に入っていきます A の B に対する貸金債務について近世の受領の委任状などの債権者である証書を持った C が債務の弁済を請求してきたしかし C は真の債権者ではなかったそのことにつき善意無貸室の A は C に全額弁済してしまった場合 A は B に対する貸金債務の弁済を免れる丸か×かという問題ですこの問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの下の動画の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですね弁済は本来の債権者である B さんにしなければその弁済って無効なんですねしかし本当の債権者 B じゃなかったとしてもそのような外観を備えたもの C を信じてしまって全員無過失でそのものに弁済してしまった場合その弁済は有効となるんですねよって丸になるということになりますで、この問題はちょっと理解する必要があるんですね問題文も理解しないといけないし解説も理解しないといけないと ということなのでちょっと、えー、解説長くなりますのでこの点については短期講座の受講者様のみお伝えさせていただきたいと思います短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガから内容をご確認くださいその動画で理解すべき内容を解説しておりますで問い2です A が宅地建物取引業を営もうとする場合において A が信託会社である時は免許を受ける必要があるが A が信託業務を経営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。丸るかツかという問題です。答えはツですね。前半部分ですね。A が信託会社であるときは免許を受ける必要がある。これが誤りです。信託会社であったとしても、信託業務を経営する銀行であったとしても、どっちも免許を受ける必要はありません。 これらの会社とか銀行、まあ、金融機関ですよね。っていうのは国土交通大臣に届け出をすれば国土交通大臣免許を受けたものとみなされるんですね。だから免許を受ける必要はないということです。届け出だけでいいんですよということです。イメージとしては〇〇信託銀行と、ま、いうような名称を使っている金融機関多いですね。通常の銀行ではないんですよ。ちょっと郊外に行っちゃうと、この信託銀行ってないんですけれども、大きな駅前とか、 2はですね、信託銀行あったりしますので、近くに行ったときは、ぜひ確認していただければと思います。で、免許が不要なもの、これは誰でしょうか。国とか地方公共団体、独立行政法人都市再生機構とか、住宅供給公社とか、あと信託銀行、信託業務を経営する銀行。まあ、これは3種類はもうまとめて覚えた方がいいです。 ま、これも効率的な勉強法の一つなんですよね。もうまとめて覚える。まあ、今回の問題は3番の内容なんですけども、これだけ覚えるんじゃなくて、もう全部ですね、一緒に覚えちゃう。まあ、覚えようと思っても覚えられないんですけれども、何回も復習することによって、これまとまって覚えられるようになってくるんですね。もう3回、4回、5回って復習すると覚えてきます。なので、もうまとめて何回も勉強するということが重要なんですよね。もう一個一個バラバラにこれ覚えちゃっていたら、もう試験前に、どっちだったっけってなっちゃうんですよ。 だからまとめて覚えちゃうということですね。覚える意識を持って勉強するということですね。でメルマガでは無料なので、もうたまにしか効率的な勉強法、えー、具体的にお伝えはやっぱできないんですね。そうなってくると、やはり不十分なんですよ。 なんで、もう次こそ絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。短期講座では、効率的な勉強法をどん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 お伝えしますし、こういったところは一緒にこうやって覚えましょうとか、対比して覚えましょうとか、答えはこうやって導くんですよとか、まあそういったところまでもうお伝えしておりますので、絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座ご検討ください。で、問いさんですね。え、都市計画区域については、用途地域が定められていない土地の区域であっても、 一定の場合には都市計画に地区計画を定めることができる、丸か×かという問題ですえ。答えは丸ですね。地区計画を定めることができるのは以下の2つの区域ですね。え1つ目が用途地域内、もう1つが用途地域外であったとしても、一定要件を満たす区域。したがって用途地域が定められていない土地の区域、つまり2番ですね、用途地域外であったとしても、 地区計画を定めることがで、きるる場合があるので正しい記述となりますでこの一定の要件何なのって、えー、疑問に思われるかもしれないんですけれども、えー、ここはですね出題される可能性は非常に低いんですねなのでこれは覚えなくても大丈夫ですあの独学の方だとやはり理解すべき部分と理解しなくてもいい部分のこの違いっていうものを、えー、判断するのが難しいんですよねだから、えー、何でもかんでも理解すればいいっていう問題じゃないんですよ 今回の問題で言うと、この一定要件別に理解しなくてもいいわけなんですよね。だから、これは理解しなくてもいい。でも、他の部分で要件がすごく重要になってくる部分もあるわけなので、こういった部分っていうのは、もう過去問を解きながら分析をしていくっていうところがすごくもう重要になってくるんですね。なので、まあ、予備校でもね、やっぱこういったところまで教えてくれるところってありませんので、自分自身で過去問を分析するということも合わせて行っていただければと思います。そうしないと無駄な勉強になっちゃいますんでね。 必要な部分だけ頭に入れていきましょう。そして最後に弊社レトスは現在短期集中実カップ講講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかないどうやって勉強したらいいのかがわからない試験日までの計画が立てられないわからない部分について質問がしたい忙しくて時間がないけど今年絶対合格したいもしそう思っているのであれば短期集中実用カップ講座であれば 今お話しした5つの課題、すべて解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講をお待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。